はい、札幌占い美容師狭山市の後藤です。今回は、ブリーチを使わないで簡単にメッシュを入れて、それに、グレージュのカラーを乗っけていこうかなと思います。メッシュをちょっと入れていこうかなと思うんで、入れるのは大体もう髪全体に対して 20% ぐらいしか入れないので、ダメージが気になる人とかもこのメニューはいけるかなと思うんで、今日は、2プロセスでやっていきたいと思うので、2回染めにします。1プロセスでもいけるんですが、今日はちょっと、2プロセスでやって素早くやっていきたいなと思います。はい、はい、これからメッシュ入ります。で、使うのがこちら、ライトナーと配合してまして、ブリーチ剤は一切配合してません。で、全体の 20% ちょっと入れていこうかなと思います。使うのはリパレットと、ライトナーですねのみです。オキシは2倍です。で、いつも言ってますけど、一番下はアップした時に結構ライン見えたりするんで、そこは慎重にいった方がいいかなと思うんで、根元側でちょっと取りましょう。はい、で根元側でチップを取っていきます。こんな感じです。はい、根元側で取ってリパレットでやっていきます。根元側はハケを寝かした状態で塗っていきます。こんな感じですね。次3センチの、ところですね。3センチ取ります。こんな感じで取りますね。で、リパレットで当てて、はい、で、ハケ寝かして、根元が本当にちょっとでいいんですよね。そうしないと伸びてきた時に結構こう寝かして表面だけ塗ってたとしても、結構結構それ主張しちゃうので、根元の方があんまり根元はつけなくていいです。はい、で3センチの束、3センチ取った方取って、1センチのスライス取るぐらいですね。そのぐらいの感じで入れてってますね。リパレットね、結構大きめに作った方が、これ100均のまな板なんですけれども、この辺に大きくやった方がいっぺんにこうできますので、大きい方がいいと思います。で、上の方をね、根元をあんまり攻めないで、このような感じにちょっとハケを抜かしていただいて、毛先の方は塗布量ちょっと多めにしてください。こんな感じです。はい、で、この次取ります。で、また3センチを取って1センチを入れていくような感じですね。はい、3センチ取って1センチを取って、入れていきます。こんな感じです。はい、こんな感じで、で根元ちょっとこういう風に動かして、根元の方はね、ほんと一回スーッと塗るぐらい、寝かして塗るぐらいで、毛先を、このようにやっていきましょう。はい、こんな感じです。根元の最後までは攻めなくて大丈夫なので、はい、また1センチ取ってここ入れていきます。こんな感じですね。はい、根元を寝かしてそーっとつけて、どっちかというとね、このハケのちょうど尖ったところを使う感じでいいと思います。はい、で表面ですね。で、これ表面なんですけども、表面側は結構あんまりね、僕この表面はね、入れない方がいいので、この表面はあえて入れません。後で全体を見ながら取っていくような感じで、表面のワンパネルは入れないでください。今日のモデルさん、あんまり段入ってないんで、結構ベーシックなメッシュの入れ方をしてますね。意外と普段ちょっとまっすぐ下ろした状態でそぎ入ったりすると、そういう入れ方するんですけど、今日はあんまり段ないので、まあ、全体に自然に入れようかなって感じですね。で、3センチ取って1センチ入れる感じで、顔周りはちょっと落としてください。
で、ハケを寝かしてそーっと根元を塗るようにして、で、毛先を多めにしますね。こんな感じです。結構サロンの方で傷むからやら、結構ブリーチとかこう明るいからやらないっていうところもあるんですけど、結局やんないと中途半端に終わってあんまり明るくならなくて結果微妙な感じで終わっちゃうことがあるので、それもちょっと微妙なのかなっていうこともありますんで、やるときは適度なダメージはある程度抑えながら、攻めるときはやっぱ攻めないとあまり意味がないと思うので、それなりに攻める場所は攻めます。このぐらいの量であればそんなにダメージは出ないので、ちょっとこの表面の方は、もうここは入れません。ちょっと入れませんというか後で入れます。こんな感じですね。目乾きた。大丈夫です。目乾きやすいかな。で、前髪じゃない、顔周り拾わないで、取っていきます。目元を動かして、取っていきます。で、3センチ取って1センチ入れる感じですね。で、顔周りを外して塗ります。こんな感じで、ここはそーっとですね、根元はそーっと入れていかないと伸びてきた時目立っちゃうので、そーっと入れます。根元そーっと受け根からしつけていって、最後の3センチはこのぐらいかな。これは残しましょう。こんな感じで残します。そして、ここでまあ全部入れたんですけど、そしたらコームのテールを使って、全体にちょっとほぐします。で、テールでちょっとこう先っちょの方をなじましていきます。で、他についちゃっても大丈夫なので、どっちにしろグラデーションにしたいのでつくのはしょうがないと思うんですよね。で、まっすぐ、まあそのモデルさんが普段やってるパートで分けてもらって、まあ、最初に分けてもらった方がいいですね。で、この状態で、どこに必要なのかっていうのをスイカ入れていきます。はい。で、全体見てこの辺欲しいなっていうところを取っていきますね。まあ、もうここは1本ずつでもいいんですけど、リパレットでちょっとこういう風に足していくような感じです。はい、この辺いいなっていうところがあったらそーっと塗ってあげて、あとリパレットで毛先を塗っていきますね。こんな感じにだんだん足していきます。なので表面の方はあえて塗ってなかったのはそういうことですね。表面やりすぎるとなんかグラデーション感がちょっとなくなってしまうんで、ちょっと微妙になるので、結構表面入れなくても大丈夫なんで、こんな感じですね。で、今度、この辺ちょっと入れた方がいいかなっていう場所を選んで、あんまり太く取んない方がいいかなと思います。はい、この辺かなと思ったら、竹のこの三角形のこの先っちょのところですね、ここで塗るぐらいな感じですね。そしてリパレットで毛先までトークしていきます。はい、これで結構ちょっと見ていただくと分かるんですけど、こういうような感じで、作られてますね。で、ちょっとここよりもちょっと下のところ、こういう感じでジグザグに入れていくんですけども、ちょっと下側のところから見えるようなのをちょっと入れていきます。そこを少し手でぼかしてあげて、ついちゃった時は手でこうぼかしてください。あんまりこうはっきり出そうだなと思った時は。
で、リバレットでこのような感じで強調させていきます。でジグザグに入れるのでちょっと中の方を取って、はい、まあ、指でこのような感じでぼかしてこんな感じですかね。ちょっとこうジグザグに入れていった方が綺麗に見えるのでそうします。で今度こことこの間のところのちょっと下側のところをめくってそこに入れていきます。で指でこうぼかしてこのように塗っていきます、ね、はい。そうするとだんだん全体にメッシュがこう入ってきている感じになってますよね。今度サイドのところの表面もここ入ってないんでちょっとテールで溶かした状態でどこに必要なのかなっていう部分を考えて、あこの辺にあった方が可愛いなっていう部分を見つけたら、はい、あんまり根元攻めないで、表面はもう指でこうやった方がいいかもしれないですね。徐々にグラデーションで塗っていくっていう感じ、こういう感じです。で、この辺だなと思ったらちょっとつけたら指で少しこういう風に絞いて、それからリパレットって感じですね。こんな感じで今度前髪のところもちょっとこの辺にあった方がいいかな。ただ顔周りのちょっとは入れない方がいいんで、ちょっと顔周りの1線目よりちょっと中の方がいいかなと思います。ここであんまり根元まで攻めないようにして、はい、こんな感じに入れます。でちょっと毛先、サイドの毛先の方ちょっと少ないからちょっとそこもこの辺はねちょっと感覚になってくると思うんですけども、でホイールを使うと、まあ前も言ってますけどホイールを使うと分かんないっていうのが仕上がりの補足がちょっとつかないんですよね。なんで僕はちょっと使わないんですけども、ね、はい、今度ここ行きます。で、このような感じでちょっとこの辺あった方がいいかな、可愛いかなと思うんでこの辺ちょっと入れます。はい、塗ったら指でちょっとぼかします。いいですか、指でこのようにぼかして毛先をリパレットって感じですね。こんな感じ、はい。で今度この辺、結構最近ブリーチ離れもやっぱいらっしゃるんでブリーチ使わないで結構明るくするっていうのいいと思うんですよね。結構皆さんブリーチやってもその後大変になっちゃったりする方もいらっしゃるので、ブリーチなしのグレージュ結構いいかなとか思うんでちょっとブリーチなしをおすすめします。それなりにやっぱなるのでこの薬剤設定しちゃえば、で無駄に40%、50% って量入れちゃうと無駄に傷んじゃうので、必要なとこに必要なだけ入れるっていうのが傷ませないポイントだと思うんで、やっぱりデザイン作るにはダメージも必要なので絶対なんで、そのダメージから逃げないでダメージをまあ理解した上でデザイン作っていくっていう方がやっぱりお客さんも返信した方が絶対みんなにいいねって言われたりとかすると思うんで、あんまり守りじゃなくて多少攻めで多少守りっていうのがたぶんベストだと思うんですね。でここら辺もちょっと少ないからちょっと入れます。でここも指でこうぼかして、でこれで塗っていきますね。こんな感じで、あとサイドかな、この辺あった方がいいかな。大体でも10分ぐらいで塗れるんで、これ自体は。そんなに時間はかかんないはずです。カットから2時間ぐらい、ダブルカラーやっても2時間ぐらいで終わると思うんです。はい。で、根元はこんなもんでいいんですよ。これ以上入れちゃうと、ちょっとうるさくなっちゃうんで。で、今度、毛先の方を、もうちょい、入れた方がいいかなっていう場合は、いや、もうこんなもんいいかな。うん、あとはもうね、半分から先っちょだけを、もし必要な場合はグラで入れる感じです。はい。ちょっとこの辺足りないかなと思ったら、もう指でこういう風に動かしながら入れていく感じです。ちょっともうこう、無造作にですね。やっぱり毛先の方が毛量が少ないので、
根元と同じ量を入れちゃうとどうしても根元の方が多く見えてしまうんですね。でこれをやはり毛先の方が明るい方がバランスがいいので、毛先の方がいかに明るくなるかっていう部分ですね。